なんだっけこれ、ビーフ、ビーフカツです。なんかステーキとかでビーフを揚げたやつにデミグラスソースがかかっている人気のやつです。いただきます。そしてこれがゴムそばです。違う、どうですかね、おめボタンおめり、なんていう名前ですか、ナポリタンオムレツ、なんだっけ、誰か教えて。ナポリタンオムレツです。いただきます。いただきます。これはなんだっけ、ビーフカツ鉄、あ、柔らかい。これを切るの、真ん中行こう、あ、切らないでいっちゃう、うん、ステーキだ初めて食べる、おいしい、柔らかい、え、すごい贅沢、ステーキが揚げてある、こんな食べ方していいの、ね、大丈夫、値段いくらだった、高いの頼んだ不安になってきた、美味しい、うん、うん、本当に美味しい、お前は食べれるね、以上です。はい、オムポタンオムレツ、ナポリタンオムレツ、いただきます。え、これは具が入ってるのかな、入ってないの、おー、あ、具は入ってないですね、このままいきます。え、ナポリタン食べてるの何年ぶりだろう、これはこういう感じ、おー、いただきます。うん、おいしいです、卵がとろけるナポリタン、うん、一番人気だそうです。こんにちは、温泉モデルのしずかちゃんです。このチャンネルは日本全国の混浴温泉紹介をしているチャンネルです。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、長野県の上田市の加計温泉にやってきました。今から入るのは藤屋旅館さんです。日帰り入浴800円で入ることができるので、チャレンジしてみたいと思います。超レトロな自販機がある。こっちが大浴場、下におります。一体全体ここは何階なんだろうね、よいしょよいしょ、階段が急なんで、おお、なんか懐かしい、覚えてるこっち確かここで写真を撮った記憶があります。写真はこちら、うんこっちが共同の大浴場で、こっちが女湯です。中でつながってるタイプではなくて、こっちで着替えます、はい、そしてお風呂はこんな感じです。なんかちょっと硫黄の匂いがする、硫黄の匂いがします。はい、こんな感じの湯口がきつ時間、シャワーもついてます、はい、で、ここに温泉成分表があって、お、半熟温泉だ、弱アルカリ性低調性高温泉です。 pH は 8.1 アルカリ性だ、泉温が 45.9 ですね。毎分何リットル湧いてるんだろう、かけ流しだよね、水くて水くてでした。
ラミキを使用しておりますが、お風呂の中にタオルを普段は入れないようにしてください。入ります。え、2つあるよ。多くないよね、あんまり。なんか4年前に行った時は恥ずかしすぎて頭真っ白で全然覚えてないんですよね。暑い。思ったより暑い。こっちは寒いの？あ、え、わからない。暑いのかな？暑いかも。とりあえずこっちから入る。おー、透き通った水。水じゃない、温泉です。気持ちいい。いいですね。多分この大浴場のメインは牛さんだと思います。女性の浴場の方に違う動物がいました。忘れちゃったなんて。すごいね。飲めるの暑い。あ、今日書いてある。室内カードを入れないですよ。浴槽内です。かなり混浴のハードルは高めになります。天気が脱水情報一つなので恥ずかしいと思います。男湯はここしかないのかな。男湯はここしかないです。飲んでみますか。はいはい。気持ちいい。あれあれ、こっちの方がぬるいくはないの。暑いの何ぐらい。あ、暑いよ。おー、あふれるあふれる。せーの。これ一回洗うかな。ご時世に洗って行きます。おー、たまる。いただきます。いいね。茶湯って感じ。あんまり味がないのでいつもと違ってコクコク飲めます。体の中からもう温まってます。あ、何杯でもいけるよ。すごい。今を見たら全部の蛇口にコップが置いてあります。シャワーも温泉なのかな。どうなんだろう。ほら、コップが置いてあります。あと、シャンプー、リンス、コンディショナー、ボディソープが置いてます。いいですね。めっちゃ気持ちいいです。体がもう芯から温まりました。ポカポカ。女性の皆さんも少しハードルは高いですが、ぜひしてみてはいかがでしょうか。上がりました。藤谷さんのお風呂はアルカリ性なのですごいお肌がツルツルになりました。古い角質が落ちて新しい肌になりました。ちゃんと保湿した方がいいと思います。混浴は恥ずかしかったです。しかも結構お客さんが多くて少し時間を取って撮影させていただいたんですけど、その後は長く皆さんと和気あいあいと婚約することができました。はい、楽しかったです。いろいろお話もできて、息子も家計を入りはしなかったですけどお湯をかけたりして充実してました。で、露天風呂があるんですけど、日帰り入浴では入れなくて宿泊者限定ということなので、また宿泊で入ってみたいなと思いました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。